今回は青春ジャズ切符牛年のコットン駅駅ネソロということでお送りします。前回はここまででした。最終列車でこちらの駅に降り立ったところです。ではここからスタートします。まずホームなんですが、全体的に暗いですね。こちらは山になってますので逆側はもう完全に真っ暗です。そして駅はですね、ホームから下にありまして、階段を降りる感じになってます。左側にはトイレですね。まあ、当然なんですけどね、古いタイプの無人駅です。駅待合内ですね。ではちょっと外に出てみます。どうも TTFN です。バックパッカー、UL キャンプ、トラベル、ソロキャン、野営、駅ね、ギア紹介などのチャンネルです。前なんですけどね、街灯がちらほらという感じで基本的には真っ暗ですね。そんな真っ暗な骨董駅からお送りします。山陰本線の山口の徳氏と書いて骨董と読みます。なぜここにしたかというと、できるだけね九州に近づいておきたかったのと、今年ね牛年なんですよね。まああんまり関係ないかもしれないですけど、まあ実はね、あるところへのアクセス駅ということで、ここにしました。それはまた後ほど説明します。本日のね、最終列車で僕一人でしたので、すぐにね、寝る準備ができるんですけど、まず周りをチェックしてみます。まずトイレですね。明るくて、ボットンですけど、トイレットペーパーもあって、綺麗に清掃してあってね、使いやすそうです。大小がね、セパレートタイプです。外のね、洗面は水が出たんですよね。ありがたいですね。電話ボックスはね、使用しませんが、万が一の時に助かります。駅前にはね、バス停があるんですよね。今日はね、このバスの始発に乗るためにこの駅で野宿です。外の方は何気に見たんで駅の中です。まずね、タクシーの張り紙ですね。まあタクシーが本当にあるだけでもありがたいですね。そしてね、猫のベッドがありました。僕がいた時にはね、一匹も見かけることができなかったんですが、餌がね結構入ってて、水も新しくきれいになってました。そしてね、何の箱かなと思ったら、マスクを手作りされてる方がいらっしゃったみたいで、ご自由にということなので1枚いただきました。結構かっこよくてね、いただいたのがこれです。こちらになります。そして古い駅あるあるの SL の写真が飾ってありました。そしてね、高度なあるあるなんですけど、映画のね、どうもロケ先になったようで、そのパネルが展示されてました。そしてね、僕の中の勝手なイメージなんですけど、なんかね知らないんですけど、こういう映画って西田敏行出演率高いですね。寝袋のね設置なんですけどね、ベンチでもね段差があるとね痛いので、長椅子タイプ、こういうところが寝やすいです。でこちらね、猫餌が結構落ちてたので、まず清掃してから引きました。そして、こんな感じになってます。そしてね、早々とねお酒を飲んで、もう飯は諦めて寝ようと思って入ったんですけど、意外とね車の通り抜けですかね、結構多くて、あと軽トラとか止まってたと思うんですけどね、前でなんか荷物の積み下ろしとかね、ずっとお正月だったんで、なんか喋ってる人の声が聞こえてきたりとかね、なかなか落ち着かなかったです。温度的には6度ぐらいなんでね、あったかかったんですけど、そしてね、だいたい早いところだと10時ぐらい、もしくは10時半11時とかには消灯なるんですけど、1時過ぎまでこちらの駅は電気が落ちませんでした。そしてこれ電気消えた状態なんですけど、意外とね外の明かりが差し込んできました。そしてね、例のこれに起こされました。聞こえましたよね。結構ね近い、かなり近かったですね。姿はね見えなかったんですけどね、これがねひどい時はね悲鳴に聞こえるんですよね。結果ね、寝たのか寝てないのかよくわからないです。多分2時間半3時間、まあ長くても3時間半ぐらいですね。
もうしょうがないんでね、4時半ぐらいに起きて、そしてもう一度ね、全体をふらふらとパトロールしてみました。鹿とね、猫も探してみたんですけどね、もうすでにいなかったです。というか姿が見えなかったですね。で、この時間は6時前ぐらいです。まだまだね、暗いんですよね。それでもそしてね、駅中ですでに起きて待っていたんですが、そうしましたら始発列車に乗りに女子高生が一人来ました。だいたいこういうね、駅って高校生とか、あと通院のね、お年寄りとか、そういった方が多いですね。だんだんね、車がモータリゼーションの波というのがね、残念なところでもあるんですけど、過疎化も含めてね、人は減ってってますね。列車が出た後に、無事バスの始発も来ました。まだね、全然真っ暗ですね。早速乗り込んだんですけどね、全然運転手さんがトイレから帰ってこないので、外をちょっとフラフラしています。朝日をね、撮るんだったらやっぱりこの時期ですね。バス乗っていくんであればこの時期しかないですね。夏場だったらね、もっと明るいですよね。この景色がね、撮りたかったんですよね。対岸渡らないと見れない景色です。車がね、こう通っていくところとかすごいいいですね。そしてバス停戻りまして、橋を渡ってる映像です。橋はですね、歩いて渡ることはできないので、乗り物に乗らなければいけません。そして橋は無料ですね。人気になりすぎたので、夏場とかはこの橋を渡るだけで何時間かかったりすることがあるようです。行かれるときはご注意ください。そして橋のふもとまで歩いていく途中にこんな看板がありました。73のね、経験値を獲得したんで、タバコのポイ捨てをやめた、ゴミの持ち帰りの呪文を覚えました。レベルアップしました。そしてね、なんか微妙な天気で、向こうが晴れてこっちが曇るみたいな、こんな感じの朝焼けと混じった面白い色になりました。そしてね、結構気持ちいい天気だったんで、早速ちょっと冷やして一杯やっています。だんだん晴れてきて、こういうね、絵が撮りました。これ見たことあると思うんですけど、CM とかね、いろんなところでもう引っ張りだこな、角島大橋です。海がね、ほんとエメラルドグリーンなんですよね。TTFN チャンネルでは、キャンプ場リポートやキャンプギアの紹介、また、アグレッシブなトラベルなどもアップしてきます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてバス停まで歩きまして、元の駅に到着しました。そしたらですね、なんか時間があったんでね、中駅舎内いろいろ見てみたら、なんか西田敏行のね、映画のロケの使われたセットのものが置いてあったりしました。そしてお世話になった鳥取駅から出発します。早速ね、乗り込んで氷結決めましたね。下関着いて北九州まで乗り換えしてます。で、途中なんかね、シートがこんな感じでね、妊婦さんに老人がキスしてるみたいになってますね。これはね、北九州の陳留券決めました。博多着いてね、ちょっと仕事の関係で挨拶行ったりとか、そういうことしてました。まあホテルにはチェックインして荷物を置いてます。そしてね、当然なんですけど、夜はもう絶対に出かけてますね。やばいっすね、博多夜。今回はもつ焼き塩田屋、ここ超おすすめです。うまいでしょう。とかうますくでしょう。やばいですね。赤タコと飲んでます。日本酒がまたうまい。当然ね、もう一軒ですね。三角市場ね。これで夜が更けました。はい、ホテルでね、朝食食べながら天気予報。めっちゃ寒いですね。もう博多のね、駅前も寒々しい感じになってます。そして乗ってですね、まず下関で乗り換えになったんですけど、このようにね、かなり吹いてましたね。だいぶ寒い感じです。これなんか見ていただくと、もうほんとすごいですね。吹雪ですね。まあ、朝食でね、もらったバナナとお酒のお供があったんで、とりあえず先を急いでます。そしてね、岩国で福源っていうところで、海鮮丼食べましたね。これでなんとね、1500円なんですよね。かなりのボリュームです。もうね、宮島行こうと思っても、このようにフェリーが欠航していたり、
倒木がね、倒れてたりとかで、まあ危ないんでね、とりあえず先目指しました。ということで、とりあえず広島で観光です。原爆ドームね、必ず広島行くと見るんですけど、残念ながら改修中ですね。こんな感じになってしまってます。そして平和記念資料館もね、残念ながらコロナの関係でクローズです。そして、平和の祈りを捧げて、広島駅もね、改修なんですよね。なんかもう改修ラッシュすぎますね。この後ね、クレをちょっと観光したりとかですね。で、まあ途中ね、レモンドを決めながら、そしてこの日はちょっと先の福山のホテルに泊まりました。はい、翌日になりましてね、早朝の尾道駅に来ました。こんな感じでね、まだね、日が昇りきってないですね。かなりね、寒かったです。そして向島に向かうべくね、操船乗り場来ました。尾道側のね、人も多かったんですけどね、向島に向かう人もね、そこそこいましたね。そして料金は人だと100円になります。途中からね、こう川を遡るような感じになりますよね。運河なんですかね。はい、もう着きましたね。そして向島の観光、徒歩でちょっと回ってみます。なんかね、すごいもう散らかってるようなね、ラーメン餃子って何ですかね、これ。で、マイナス6度の寒さ。大道戻りまして、坂上がってってます。ロープウェイのね、方法もあるんですけどね、上がってった方がね、楽しいんで。天気がいいのがね、唯一の救いですね。そしてね、思いっきり氷まくってますね。猫もね、これ、氷舐めてますよ。そして、千光寺の般若心経がね、聞こえてきましたね。だいぶ早送りにしてるんで、あれなんですけど、全体をね、千光寺から見渡すと、こういう感じです。8時半ぐらいなんでね、全然参拝の方も、まあコロナの関係もあるとは思うんですけど、いなかったです。線香とね、ろうそくはね、ペイペイでね、買えるんですよね。そしてね、こういう懐かしいね、風景を見ながら、尾道駅の方に向かってます。途中でね、休んでたら、猫がね、寄ってきました。可愛かったですね。よう猫入ってますよね、これ絶対。そして、尾道ラーメンを決めてですね、移動です。岡山まで戻りました。そして、日生まで行って、牡蠣を買いました。この日ね、僕が最後だった感じで、安くしてくれましたね。そして、備前です。備前焼きミュージアムも見て、僕のね、ちょっと茶碗がね、IKEA でね、寂しいのでね、備前焼きのお茶碗をね、ちょっと奮発して買いました。全2回にわたった青春ジャージキープトラベル、いかがだったでしょうか。トリップトラベラー TTFN でした。